はい、第11話インタビューは突然にということで、インタビューを受けたくないんですよね、シャイボーイはね。でめちゃめちゃ奥でなんかもじもじしてはいますが、これを2、1スタート。あー、テレビ映っちゃったね。いやー、恥ずかしい恥ずかしい。あ、逃げたわ。この風船は、風船ゲット、5色ゲットしましたが、これはどうする。こいつ私も、おー飛んでた。じゃあこいつら全部飛ばしてみて、なんかアイスがあるね。アイスゲットして、おうおう、あ、お兄さんにあげてどっか行きましたと。で、この着ぐるみをゲットして、あ、この着ぐるみを着ればいいんじゃないか。かわいいね、この着ぐるみを着てれば、怖くないと、恥ずかしくないということですね。めちゃめちゃノリノリじゃねえかよお前。ふう、よかったという形ですね。これでクリアと。はい、じゃあ12話、朝の体操ということで、懐かしいね、ラジオ体操してるわ。で、ラジオ体操カード、結構出席はしてますね。で、関係ない。で、この友達が、オロナミンシール持ってますね。で、このラジオゲットして、で、はつらつしてみる？どうよ。フード落ち着いて、で、ラジオどうしたらいいんだろう。ラジオ誰に渡せばいい？心の声。あのポーズを取るのみんな恥ずかしくないの？はははあ、朝の体操のところになんか変なフックみたいなのありますね。これで、ラジオ引っ掛けてみる。そしたら、おーっと下がってきた。重い重い重い。図らずともこのポーズを取ることになってしまいましたという形ですね。これで恥ずかしくないと。どういうことだよ。はい、じゃあ13話、引っ越ししたいということで、ヤドカリですね。おと、引っ込んじゃったね。恥ずかしい恥ずかしい。心の声、新しい貝殻に引っ越したいけど、視線を感じる。で、段ボール持ってるからね。これでどう？これで？もう一回タップしてみると。お恥ずかしいね。おたおたして、これではダメだと。じゃあ、これを被せてる間に移動してくれるということでしょうね、きっと。しばらく待ってみようか。はい、しばらく待ちましたけども、これで OK か？どうだ？おた、ギリギリ行きましたね。よかったよかった。無事引っ越し完了と。しょうもな。はい、じゃあ第14話、楽しすぎた夏ということで、今日から2学期、夏休みは楽しめましたかと。ヒント。ヒント、先生めちゃめちゃバカンスしてんね。油性ペンゲットして、他には、おう、アイテムゲット。クッキーゲットしといて、あー、で、いるね。めちゃめちゃ焼けてない、なんか。もう来いよ。来いよ、来いよ。なかなか来ないね。めちゃめちゃ焼けてるから、あ、恥ずかしいみたい。目がめちゃめちゃ変な焼き方してますね。恥ずかしかったと。じゃあ、油性ペンゲットしといて、クッキーもゲットしといて、クッキー、誰かにあげれる？おー、食った食った。で、気持ち落ち着かせて、クワガタゲットで、クワガタ私も、痛いね。恥ずかしいですと。注目浴びちゃダメなんですよね。はい、じゃあ、マジックとりあえずゲットして、クッキーゲットの、クッキー食べさせまして、このマジックは何に使うんだろうか。こいつ？おお、グラサンになったわ。で、メガネゲットして、あ、新しいのつけるんだ、すぐにね。で、メガネはこれをかけて、どうでしょう。おお、めちゃめちゃダンディーだわ。これでどう？恥ずかしくないでしょ。この焼け方がね、目立たない感じだったら。おお、お前焼けたな、なんつって。これでクリアと。はい、15話、雨の昇降口ということで、傘あるね。傘一緒にどう？ Go。 一緒に帰りませんかと。ただそんなことを言える間柄ではないと。あ、そこまで心はね、鍛えられてなかったと。じゃあ、傘ゲットしといて、一緒に帰りたいけどどう声をかけたら、傘渡してみようか。あ、一人帰っちゃった。どうでしょう？他なんか、おっと、あ、いたね。おっと、猫。猫ちゃんがいて、これは傘ではございませんという形ですが、これ向いてる間に開くと。うん、OKOKOK。渡してあげる？あ、勝手に帰っちゃった。もう全文理解ですよ。で、もう一本傘取って、折りたたみ傘持って、もう片方。これもね、2本持ってからのゴーですよ。これでいけると。
うん、一緒に帰りませんかみたいな。傘も一本あるんで、みたいなね。うん。えへへじゃないの。で、まあ無事に、女の子と帰れましたと。ようやくクリアだ。はい、じゃあ、第16話ということで、Shall We Dance ということで、後ろにね、友達みたいなのがいますけども、こいつらなんだろうね。あれか、あの、旧館長じゃないわ、ペリカンじゃないわ、クジャクか。クジャクみたいなやつだね。で、クジャクゲットしといて、で、この辺の花とかも、手を取って踊るなんて、誰か勇気をください。これでどう？もう、めちゃめちゃ派手やないか。シャイじゃないでしょ、絶対。はい、クジャクはゲットしといて、これなんかメガホンっぽいね。メガホンで、頑張れ、つって。おい、頑張れよ、つって。ゴー。なんだこれ？ゴーってなんだ？やる気スイッチか。これで、手を握って、あ、案外普通なんだね、みたいなね。最初の勇気って大事ですよね。はい、じゃあ第17話、リレーのアンカーということで、めちゃめちゃ変なおっさんみたいなの来たわ。あ、なんだ、お母さん何？なんか困ってるね。あ、靴下あるね。靴下がそもそも違うと。うん。いや、靴下持っといて、違う。違うね。とりあえずこのまま走ったら、どうだ？あ、すっぽ抜けちゃった。あら？どこ行った？つって。じゃ、とりあえず靴下ゲットしといて、靴下が違うのがね、すごい気になってはいるんですが、これでどう？あ、靴下違うぞ。履き替えて、履き替えて、やってる場合か。これどういうことだろうね。あ、わかったかもしれない。このカメラが違う。で、お母さんに渡すと、ピラッとなんか1万落ちまして、恋の予感、頑張れ息子と。なんだこれ。で、これを渡してみると、あ、なんだこれ、わかった。恥ずかしい恥ずかしい。めちゃめちゃ早いわ。なるほどね。それで恥ずかしさのあまりゴールと。はい、第18話、ドレスコードを教えてと。なんかこれは文化祭みたいな感じかな。とりあえずドア開けてみる。みんなハロウィンパーティーしてますけども、俺だけ一人普通の格好だわと。オッケー、じゃあなんか着替えないといけないんだけど、一人だけずれた格好で目立つの嫌だな。じゃあ花から着てこいよっていう説はあるんですが、何かあるのかっていうか、なんか持ってんじゃん。これでどう？これ恥ずかしくないよね。おっとまさかのみんな仮装してないと。あ、なんか画鋲が外れましたね。画鋲外れて、これを風船とかに？どう？これでパンパン割ってって、おっと、なんかかぼちゃのお面ゲットしましたね。これつけると、まあちょっと控えめな感じではありますが、どうでしょう。で、これを仮面つけて、おーいと、仲間に入れてくれーみたいなね、そんな感じですね。これでクリアか。控えめで OK なんだね。はい、第19話、頭真っ白作文ということで、作文を発表しましょう。シャイボーイどこ行った？あ、弁当があるね。で、こいつは、なんか腹減ってんのか。ロッカーは何もないと。めちゃパンパン言ってますが、弁当渡してみる。で、早弁して、音？なんか、チョーク飛んできましたよね、今ね、先生の。あ、ここにいたね。シャイボーイくん、席にお戻りなさいと。で、これで？あら。これを読むのはダメなんだ。そしたらどうしたらいいんだ？弁当ゲットでしょう。で、とりあえず、これ白紙だよね、よく見ると。んで、弁当渡してあげて、チョーク飛んできます。あ、椅子が引けた。で、こん中出てきたね。で、あ、ちゃんと書いてある。友達6年1組、僕は思いました。簡単な作文ではございますけども、こっちのちゃんと書いてある作文を渡せば、これでいけるんじゃないか。あ、読んでる読んでる。無事読めてよかったね、という形ですね。ちゃんとみんなから拍手喝采いただきました。はい、第20話、手をつなごう。赤信号ですね。とりあえずこれで青になりますよ、ということで。あ、みんな手つないでいっちゃった。残されちゃったね、シャイボーイ。じゃあ、あ、なんか猫いるわ、また。猫がいるということは、カバンに何か入ってる。ポテチが入ってました。で、蓋を閉めておいて、お、今なんか出てきたよね。大丈夫。じゃあ、このポテチを渡すと、ああ、工事作業員が出てきまして、一人で休憩をしているという形ですけども、この間に、これなんか動きそうなんだけどな。動かないか。ああ、取れた。これどう？ああ、危ないぞ、と。あ、手をつなぐきっかけできましたね。んで、これでオンすればいいんか。あ、これで OK なんだ。はい、ありがとうございます、と。